さあ、そしてこちらは大分のサポーターゴール裏席です。水はかけるのやめてよ。どういうの、どこはみんなの水やめてよ。大分のゴール裏サポーターの前で高松がメガホンを受けたようです。意味ないでしょ。みんな負けてるの悔しいの、悔しいよ。サポーターもみんな悔しいと思う。俺らも悔しい。でもここでみんなが逃げたら意味ないと思う。また1から0からみんなで戦うしかないんだから、しっかりみんな頑張ろうよ。選手もみんな頑張るし、みんな大分のためにやろうっていう気持ちは一緒なんだから、そこがみんなバラバラになったら J2 で落ちると思うし。いいみんながバラバラになるのが悪いと思うんだよ。選手はちゃんとまとまってんの？選手はみんなチームのために頑張ると思ってるよ。まとまってるよ、みんなで。俺たちはそれを信じて応援するしかねえや。本当にお前ら一人一人まとまってんの？いや、俺たちはみんな頑張ってグラウンドで結果出そうとしてるよ。言えるよ、みんな頑張ってるよ。それを信じて応援していいやろ。じゃあいい、それ信じてもらうしかない。グラウンド結果出すしかない。みんなまとまってやってるよ。だからこうやってみんなでまとまってるし、お互いが信じ合えなかったら大分自体がまとまんないってことじゃん。もっとだから俺らもサポーターも信じるし、サポーターも信じてほしいじゃん。そのために俺らはこれからピッチへ証明するから。いや、信じていいやろ。信じていいよ。じゃあ次の試合どうするや。次の試合大会、次の試合どうする。もう絶対勝つって。もうみんな頼むよ。じゃあ応援選手もサポーターも苦しい胸の内です。リーグ戦12連敗、かつてない危機に今の大分トリニータは瀕しています。キャプテンの高松、一緒になってやっていこう。上本、次の試合絶対勝つ、一緒になって頑張っていこう。選手たちもサポーターたちも胸にもやもやとしたものを抱えながら、まだ大分トリニータはこれからも戦っていきます。これでリーグ戦12連敗となってしまいました。 J リーグディビジョン1第15節、首位の鹿島アントラーズ、今日は後半の10分に清武が先制ゴールを奪いました。解説の増田さんもおっしゃっていましたが、少し金星という夢も出てきた今日の試合だったんですが、王者の風格、王者のサッカーに後半16分、そして後半27分、同点弾、逆転弾と逆転を許して2対1、大分トリニータはリーグ戦12連敗となりました。シャムスカ監督が選手たちを迎えます。
サポーターの中には悔し涙でしょうか、目にいっぱいの涙を浮かべているサポーターの姿もありました。大分リーグ戦12連敗、6月の16日にリーグ再開を前に後半戦巻き返すためのプロジェクトサバイバル21を打ち出しました。残り21試合で勝ち点35を勝ち取るためのプロジェクト、しかしここで川崎フロンターレそして鹿島アントラーズと連敗をしてしまいました。これで大分トリニータは1勝